それではですね、これから一級電気工事施工管理技師のですね、実地試験の問題の4番で、この4番っていうのは勉強してる人がね、いくら勉強しても点取れない、一番難しいところ、一番難しいの。電気用語ってさ、もうほとんど無限大に違いぐらいあるじゃないですか。じゃあどれが出んのっていうのはさ、非常に難しい問題なんだよ。だけど安心して、うちは徹底的にね分析をしたところ、実は試験は発電、それから変電、送電、ね、よく知ってますよね、配電、受電、それから特殊発電、それから電気設備、通信、それから軌道、それからまあ列車の軌道制御、それから道路の設備設置と、こういうふうな12に分かれてるんだよ。だから問題が12題なんだよ、ね、そうしたらこのうちからですね、あの試験問題が出るのはね12題出るんだよ。でそしてその中からね4つだけ選んで答えるんだよ。4つだけ選んで答える。そうするとさ、勉強の仕方として最低何やんなきゃいけないかというと、こういうことだからね、12全部勉強する時間ないよな。でもこんだけにまとめたんだからね、こんだけで1、2、3だ、36個の言葉によくまとめる。その中のどうやったらいいかというと、 4つだけ選べばいいので、まあ余裕を見てね、だからこれを6つ選んで勉強しなさいとこう言ってるわけ。そうすると、例えば私は発電に関わったことがあるよとかさ、俺は送電やったことあるよとかさ、配電もやったよとね、こっちやったよということを自分で12分野の中のまず6つを自分で一番馴染みの深いやつを選んで、6個だけ、6分野だけ。そうしたら、まあそれがたまたまよ、あのここなんで6だと、こうしたら話の都合上な、今私はやったのはこうだと、1から6までよくやったと言ったら、この6個についてずーっと見てくれ、ずーっと見てくれ、この6個についてだけ専念して勉強すればいいっちゅうことになる。そしたらこの中で大体どれぐらいで、だって4つだけ書けばいいんだからな。でこんだけやっておくと、この中から大体、今まで平均これ8個ぐらいですから、この中から。だから6個だけやってくれたらいい、ね、だからこんだけだよ、ね、サブ6、18個用語やセリフ、そしたらその中4つはかなんでてくるということになる。だからあの虎の巻も書いてあるんだけど、このままズバリ書いてないんだよ。それはだから合格できる基準のところ以上は書いてあるけど、完全にこれやっとけなきゃいけないよって書いてない。12個、24個やるようになってるんだよな。それでも出ても大体、8個ぐらいが当たるような確率のような計算で出題出してる。これはもうズバリ当たるという確率。だからこの中から必ず勉強し方としては、あのこれをね、PDF で上げて、自分でこの中から6個だけ選んで、それに集中してやれば、18個だけに集中してやればいいと、そういうわけだ。分かった。ということで、それらの分野がこうあるから、で自分得意あるじゃないですかね。あ、じゃあ鉄道なんかやったことないとかさ、道路なんか知らないよとかってあるじゃないですか。だからそういうの取らなきゃいいわけだから、どれか一番近いやつを6個だけ取り上げて、まあ、勉強すればいいと。ということで、買っていただいた重要なポイントは、何勉強したらいいのと、で分野はどうするのと、ざーっと考えないで、どの分野はどの言葉ってちゃんと決まってんだから、それを分野別に整理されてるので、自分の適当なものを選んで、そしたらますます勉強しやすくなる。でしかも18個だけやればいいんだからね、ということです。ということでね、まあ、例えばこの中のまあ代表的なものを少し整理してもね、例えばよく出るのはこの水車のキャビテーションとかさ、それからほらね、覚えてしまったのはガス絶縁開閉装置の GIS だな、だとか、それから27番のでこの電力デマンド制御だとかさ、それから太陽光の太陽光の発電機 の系統連携だな、まあ、こういったようなあのものだとか、それから、まあ、鉄道で言えばこの閉塞装置だな、
この装置だとか、それから道路で言えば、まあ、あの入り口の、あの正面、入り口部の正面、まあ、こういったところはよく試験でやるので、ここだけ例としてあの解説をするけども、ポイントはもうこれで、これあげて自分で勉強するのあげて、でここに粘土書いたんだよ、ほら。テキストに書いたのだから、テキストを開いた時の粘土を見てもらえば、その粘土の時に発電のところのキャビトリが出てる。だからここをテキストに、だから自分がこう決めたら、ここに挙げてる粘土のこの問題を全部勉強するってわけだ。そうすればいいと、こういうことなのね。分かった。ということで、次のところ進んでいきますよ。だからこれを挙げて自分で6項目を、6分野を選んで徹底してこの18をやりなさいと。そうすればことしはここ OK ですよと、こういうわけですね。はい、次行きましょう。で先ほど言ったように、例えば例として水車のキャビテーション、これテキストに書いてある問題だからな。水車のキャビテーションテーマを自分でこう選ぶとね、選んだ時に内容を2つ書くんだな。で1つはですね、これはあの水車内部にですね、まあ、流速差が生じたり、まあ、水の圧力はですね、低下してね、こう飽和水蒸気圧以下となるんだよ。でそうするとこの部分的に水が沸騰して気泡が生まれる現象、気泡が生まれる現象がキャビテーションな。そしてその現象によって何が起きるかというと、ここでな、発生した気泡が水圧で潰れて衝撃波となって、まあ水車に振動やイオンを与えると。まあだからどうなるかというと、実はまあプロペラなんどんか、まあ回色っていってね、衝撃波によって穴が開いちゃう、損壊する、まあこういう危険がありますよ。まあそういうことから書いておく。それから例えば2番目のところでね、まあ、ガスの絶縁開閉装置ということについて見ていけば、まずこれ何使っているか、6フッ化硫黄ガスを使ってね、これを充填した、まあ、金属圧力容器に入れた、まあ、遮断機とかさ、暖炉機なんかを収めた小型開閉装置であると、ね、まあ、小型の開閉装置である。だからこの名前がいるんだ、小型の開閉装置、この2つが企業当てるんだよね。そして、それの、まあ、保守点検、まあ、使い方だな、これ容易であるためにね、まあ、特別高圧の送電用とかね、配電用の変電所とか、まあ、工場など、まあ、こういったような重変電設備に、よく用いられて、非常によく使われてるね、特にこの保守管理が容易であるというのが一番、便利にされてますね。それからまあ同じようにですね、今度よくこれはもう一番過去で何回もですね、大体これは、もう相当数、だから各年ぐらいに出てくるぐらいの用で電力でもですね。でこれは自転電力は、まあ、電力会社と契約したら、まあ、最大需要を超えないように、まあ、監視する、まあ、システムですよということが分かればいいですね。でもう一つは一定期間ごとに、まあ、使用電力を、まあ、予測しながらね、まあ、最大電力を超えそうになったら、ビブッと音を出したりね、それから負荷調整を行ったりする機能を有してますよと、まあ、こういう種類のことを書いてくる、ね。それから6番のところ、これはね、これ最近ね、これに負けずに出るようになったのはこっちがね、要するに太陽光発電 の系統連携ということね。ということで、また電力事業者の要するに系統連携契約を、まあ、締結してね、まあ、太陽光の発電で得た電力を、まあ、売電によって利益を生むことで設備投資したお金を回収します。まあ、そういう目的であります。でもう一つはインバーターを用いて、まあ、系統連携するときは、ね、この間にこのインバーターとの間に、電源とインバーターの間にこの変圧器、まあ、これを一つで調整しなければ送ることはできませんよ。まあ、こういった趣旨のことを書いていただきたい。それから続いて今度は鉄道関係と、今度は閉塞、ここの電気テントの閉塞装置っていうのは、これはまあポイントは、まあ、保安システム、信号保安システムで、1区間に1列車、ね、これを占有させる、まあ、一つの装置ですよというような問題。でそのパターンにはね、いろんなパターンがあって、例えばこのタブレットで渡すのね、これ単線なんかでよく昔よくね、トトロの上が出てくるときにタブレット渡したりして、まあ、こうやって単線のあれば、まあ、自動でする場合もあるし、まあ、連動閉塞装置とかって、まあ、そういうのもありますよね。こんなたくさん書くない、2つぐらい書けばいいですよね。まあ、そういったような車両信号用閉塞式などに分類される。だからまあ分類を、まあ、2つ、これ全部書かなくて2つ書けば十分だと思うね、がありますよということを書く。で最後にですね、まあ、トンネル の照明ですね。これは視覚的な順序、明るいところ、暗いところ、トンネル入りますからね。まあそういうとこ、それから夜間はどうするの、昼間はどうするの、夜間はどうするの、これ書いていくね。だからまあトンネルの入り口照明どうなるかというと、まあ、昼間はね、道路は明るいからね、急に暗いトンネルになるとさ、ね、ブラックホール入ってるわけですね。そういうような視覚に順応はできない。だからトンネルの入り口の照明を明るくすると、ね。
外と同じように明るくしてあげる、入り口の部分ね。それが入り口照明に役割。で、夜になったらどうするか、夜間は、ね。夜間は道路とトンネルの明るさはまあ大して変わらないからね。トンネルのいわゆる入り口照明はもう消灯して、基本の照明だけつけておきましょう。特に明るくしたね、それいらないと。基本照明だけはつけておきましょう。まあ、こういった類のことを書けばいいと。こういうことですね。どうぞよろしく。頑張って合格を期待しております。